内側に4つ入れるところのついた蛇腹カードケースの作り方です。今回はたくさん入るタイプと普通のタイプ、こちらで20枚ぐらい、大容量の方は30枚ぐらい入ります。2種類の型紙を用意しました。自分で製図しても簡単に作れます。大容量の方はカードだけ入れるタイプです。このように30枚くらいは入ります。こちらは普通のお財布としても使えます。手前に小銭などを入れて、後ろの方にカードが入れられます。2つの違いはこの外側の縦の長さの違いだけなので、動画中で補足していこうと思います。こちらの20枚入るサイズを中心に紹介していきます。表布だけ概要欄から型紙がダウンロードできます。製図をしても簡単です。横幅は13センチ、縦は財布にもなる普通のサイズは23センチ、大容量タイプは25センチ、角のところは角から5センチずつ、真ん中に向かって2センチ。この3点をカーブで結びます。材料はこちらです。表生地が2枚、接着芯が2枚、蛇腹部分の布が1枚です。マジックテープは5センチ用意します。はじめに内側の蛇腹部分を作ります。横長に置いて半分に折ってアイロンをかけます。開いて内側の今かけたアイロンの線に沿って上下を折ります。アイロンをかけます。真ん中はこう折り込むので1ミリくらい開けて、折り目のところに端ミシンをかけます。開いた方を上にして半分に折ります。輪になった方の端から11センチずつに印をつけます。11センチずつのところから下に線を引いて線の上を縫います。輪のところにアイロンを当てて真ん中の印にします。立てて蛇腹にします。真ん中同士を合わせます。両方ともクリップで留めてアイロンを当てます。真ん中に初めにつけたラインが残っていると思うので、真ん中の線を引いて真ん中から5ミリ外側を2本縫います。真ん中から5ミリ外側を縫います。縫い代がある方を外側にして半分に折ります。この真ん中のところをつなげて縫います。下まで縫うのは難しいので、上から 1.5 センチぐらいのところまで縫います。後ろの生地を縫わないように少し折っておいて、縦にミシンで縫います。これで蛇腹部分の出来上がりです。表生地の裏側に接着芯を貼ります。2枚を中表に合わせて、直線のラインに6センチの返し口の印をつけます。
返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。カーブのところを5ミリくらいカットしておきます。角のところも少し細くなるようにカットします。返し口から表に返します。カーブのところは手を入れて指で書き出すようにしてきれいに丸みを作ります。角もきれいに出しておきます。返し口のところを内側に折り込んでまっすぐ伸ばしてアイロンを当てます。霧吹きをかけてアイロンできれいに伸ばします。端ミシンをかけます。このようにホックをつけるときは蛇腹をつけてからつけます。マジックテープをつけます。直線を上にします。こちらが表側になるように置いてマジックテープのザラザラした方を直線の端から1センチ下の真ん中に縫い付けます。上にもマジックテープをつけます。このように少し折って今つけたマジックテープの上のラインに印をつけます。上からは1センチ下です。ここにマジックテープをつけます。つけるときは横に2本端から端まで縫った方がきれいに仕上がります。マジックテープの端から5ミリぐらいのところ、下も下から5ミリぐらいのところにガイドになる線を引きます。線を引かないとずれてしまうことがあるので、ここの線は引いておいた方が良いです。蛇腹をつけます。蛇腹の端の内側真ん中から 1.5 センチずつに印をつけます。反対側もつけました。マジックテープのついていない方の直線ラインの5ミリ下に合わせます。この印から印まで3センチ分だけ縫い付けます。30枚入るタイプの時は1センチ下に縫い付けます。半分に折って下が合うように合わせます。下を合わせたら開いて印をつけます。ここを印から印まで3センチ縫います。縫う前に端が出ていないかチェックして一番下の蛇腹だけ縫い付けます。このようにつきました。マジックテープを留めて上から軽くアイロンを当てておきます。これで出来上がりです。ホックをつけるときは蓋の方は端から 1.5 センチに穴を開けて通します。内側は端から 2.5 センチに穴を開けます。